私たちの日常は決断を迫られる場面にあふれている。小さく些細な決断から生活に大きく影響する決断まで、例えばどの政治家に投票しようか、今話題の食事法を試すべきか、メールで億万長者になれるのか、決断を迫られる機会がこれだけ多いと毎回完璧な選択をすることは不可能。しかし良い選択をする確率を上げる方法はたくさんあり、中でも特に効果的なのは批判的思考。この方法で問題に取り組むと、状況を注意深く分析し、先入観やごまかしなどの隠れた問題点を明らかにして最善の決断ができるようになる。批判的に否定的な響きがあるのは事実そういう部分があるから。なんとなく良さそうという理由で選ぶのではなく、批判的思考を使う人は考えうる選択肢のすべてに対し懐疑的な態度で精査する。この道具を使いこなして最も有益で信頼できる情報以外はすべて取り除いていく。批判的思考に近づく方法は数あるが、今日紹介する5段階のプロセスが多少なりとも問題解決の助けになるかもしれない。その1、自分の疑問をはっきりさせる。つまり自分が何を求めているか自覚するのだが、口で言うほど簡単ではないもの。例えば話題の食事法を試すかどうか決める場合、試す理由が曖昧なことがある、他の要因があるせいだ、たった2週間で結果が出るという売り文句などがそう。しかしこの状況に対し、新しい食事法によって達成しようとしていることが、減量にしろ、栄養の摂取にしろ、体力増強にしろ、それがはっきり見えていれば、情報を取捨選択でき、自分の求めるものを見つけ、話題の方法が自分のニーズに本当に合っているか判断できるようになる。その2、情報を集める。情報は山ほどある。自分の疑問がはっきりしていると、それに直結する情報を選び出せる。栄養を改善するために食生活を変えようと思ったなら、専門家にアドバイスを求めたり、他の人の証言を探したりするだろう。情報を収集することで、さまざまな選択肢を比較検討し、目標に合った決断に近づくことができる。その3、情報を利用する。ここで行われるのは批判的な質問の投げかけ。決断に際して自問するのだ。どんな考えが影響しているのか、何が前提になっている、情報への自分の解釈は理にかなっているか。例えば必ず大金が手に入るというメールが届いたら、この状況に対する自分の行動の決め手になっているのは何か。送り主が真実を語っていると思うか。証拠を踏まえて考えると、お金が手に入るという前提は論理的か。その4、どういうことになるか予想する。選挙の時期を想像してほしい。あなたはある候補者を選んだ。車を運転する人のためにガソリン代を値下げすると約束したからだ。一見してすごく良さそうだ。でも長期的な環境への影響はどうか。ガソリン代によって使用量が抑えられているのに、その制約が緩んだら急激に大気汚染が進むなど、予期せぬ重大な影響をもたらす可能性がある。その5、別の観点を探る。対立候補の政策に魅力を感じる人がなぜ大勢いるのか、自分に問おう。その候補が言うことに全く賛成できなくても、あらゆる見解を検証したら、自分には分からなくても他の人たちを引きつける理由が分かるかもしれない。これによって代替案を探ることや、自分の選択の評価や、最終的には情報に基づく決断ができるようになる。この5段階のプロセスは一つの道具に過ぎないし、生活の難しい決断を取り除いてくれるわけではないが、建設的な選択をする場面を増やしてくれる。批判的思考は情報をふるい分けて求めるものを見つけるための道具で、多くの人がそれを使えば、その力で世界はもっと分別のある場所に変わるだろう。今すぐ何をすべきかお分かりですよね。チャンネル登録しましょう。完璧な昼寝の方法から猫の歴史まで、あらゆることについてアニメーションで好奇心を養い、批判的思考の進化を問い続けましょう。